はい、ということで皆さんお疲れちゃんでございます。ラバルルでございます。はい、ということで本日はですね、ユーロトラックシミュレータープロジェクトジャパンを開いております。なんと 1.50 からですね、東京は湾岸ですね、湾岸マップ、あと北九州がプラスされたということで最近走っておりますけども、あのですね、皆さん今回からプロジェクトジャパンを始めた方っていうのが結構いらっしゃいまして、でまあ日本マップって言ってね、皆さんPGA を大体始めるんですけども、プロジェクトジャパンってね、結構日本風マップだっていう風な、まあ他のゲームでもそうなんですけども、日本風のマップっていう解釈の仕方してる方が多いんですけど、実はですね、ガチの日本をベースに作られてるというところでですね、ちょっと今回は面白い企画を立ててみました。はい、ですね、まあ右上に今 Google マップが出てると思うんですけども、こちらの Google マップを比較して、実際にですね PGA で表現されてる場所と Google マップを見比べて全く同じなんですよっていうポイントね。まあ俺だったら今東京住んでるんで、お台場とか結構見たら、ああここお台場のダイバーシティじゃんとか、ヴィーナスフォートじゃんとか、なんかそういうのがね見てわかるんですけども、それがやっぱりね、いろんな地域の方が多分プレイすると思うんで、ここってこんな感じなんですよっていうのをちょっと見比べながらご紹介していきたいと思います。で今回はちょっと東京編ということでですね、今私東京はお台場にいます。でお台場なんですけども、まあ、マップ開くとわかる通り、ですね、ここら辺にお台場があって、でこの長方形、これね、はい、この長方形がですね、実はちょっと今 Google マップをこう持ってきますけども、実はですね、この長方形のこの部分なんですよね。はい、ここに東京のフジテレビ本社があってみたいな、今私ここら辺にいるって感じですね。うん、でこっちにダイバーシティあってみたいな感じですね。ここにヴィーナスフォートあってみたいな、こっちビッグサイトあってみたいな、でここも表現されてますね、これね。はい、グイーっつってで戻ってきてみたいな、このここのこの長方形みたいな感じですよね。はい、表現としてこの下のマップのこのね、ここのエリアですね、このエリアがこれですよと、こういう感じになってますよということで、ちょっとね、分かりやすいスポットをですね、ちょっとまあ東京をちょっとご紹介していきたいなと思います。今後ちょっとシリーズでね、横浜とか川崎とかいろいろやっていきたいなと思いますんで、とりあえず北の方から私は攻めていきたいなと思います。で早速なんですけども、皆さんですね、私が一番思い出によく遊びに行ってた、なくなってしまったんですけどね、このヴィーナスフォートでございますよ、これ。これね、よく逃走中とかでもよく使われていました、観覧車のあるこちらの画角、はい、こちらの画角がですね、はい、こちらの、マップ上でいうところのちょうどですね、ここなわけですよ。でここにちょうどこうやってウィンと置いてみましょう。これは全く一緒だと思います。あ、ヴィーナスフォートもう取り壊されてんの。あ、あった、びっくりしたヴィーナスフォート取り壊されてんのかと思いました。この画角っすね、皆さん、これ今ちょうど同じですね、これ。はい、このような感じですね、これ見てください、全く一緒じゃないですか、これね。これまっすぐ行って、あ、ヴィーナスフォート、これ建物はまだあるんですかね、これね、去年のあれですけど、まあ、ヴィーナスフォートの看板はもう取られちゃってますけどね。はい、もう全く一緒なんじゃないかな、これね、このガラス張りのこの風景ね。はい、これすごいですよね、全く一緒っすねでこっちに行くと、こう観覧車がこうあってみたいな感じなんですけど、ほら見えます、青海ステーションのところからね、この観覧車がこう見えるみたいな感じですね。で PGA の方で言えば、もうちょっと先で青海、ちょっとねこの位置関係あれですけど、これがステーションなんですよね、これね。青海ステーションみたいな。はい。で、まあ、こっち側にあるみたいな感じですよね。
多分こういう位置関係だと思います。はい、ちょっと似たような感じですね。はい、素晴らしい。で奥側に行くとビッグサイトが見えてきますね。あれね、あそこにビッグサイトがある交差点っていうのがあってみたいな。はい、ちょっと見えにくいですけども、こちらの奥全く同じ場所らへんっすね。はい、このような感じで、これ建物もね、ここの建物がかなり一緒に写ってるんではないでしょうかね。これ素晴らしい。まあビッグサイトがね、こっからちょっと高さが違うので見えませんけども、このね Google マップ上から見たらビッグサイトが上から見えるという感じになってますね。はい、はい、ということで次はダイバーシティですね。これユニコーンガンダムがあるところですね。これ奥側にフジテレビが見えてみたいな。でその奥には、レインボーブリッジが見えるということになってます。はい、でこれがですね Google だと、場所の位置関係としてはここら辺だと思うんですよね。はいはい、あー、ドンピシャじゃないこれマジで。はい、ドンピシャですねこれ。はい、これダイバーシティがあって奥側にフジテレビがありますと。はい、いやすごいですね。でこれちなみになんですけど、このこう見てもらうと分かりますけど、この建物のこの関係地も全く一緒っすよねこれ。分かりますよこれ、この奥側のこの2つの右側のこの建物、この建物もう一緒っすよねこれ。すごくない、このクオリティで出してくるの。いやこれはマジびっくりっすね。いや東京はねマジリアルなんですよこれは、マジで。あと皆さんにね本当にあちょっとお見せしたいのが、この湾岸のですね、この新幹線の止まってるところね、これもねマジでこのまんまなんですよ。Google マップでいうところのですね、確かここら辺だったと思うんですよね。よいしょ、あ見えましたね皆さん。ほら見てみてください、これ全くそのまんまでしょこれ。うわこれがすごいんですよ本当。こう新幹線がすごいいっぱい止まってるんですよ。でまあこれ画角で言うと多分ねこういう画角だと思います。はい、こんな感じ、もう全く一緒っすよねこれ。すごくないこの画角、新幹線のこの停留所と全く一緒っすよねこれ。ここら辺すごいんですよね。でもっと言うと、これはちょっとまあ湾岸走ってればって感じだと思うんですけど、この有名なこのあれね、はい、こちらっすねこれ。これがまたね、多分、こういう画角じゃないかな？多分ね、こういう感じ。いやーすごい、全く一緒でしょこれ。上飛行機のね通る部分がもうこれ空港の中なので、これすぐトンネルを出てすぐ出てきたらこれみたいな感じなんですよ。なのでこの裏側ね、はい、この管制塔みたいなやつがあってみたいな、羽田空港内のこれ通るやつですよねこれ。このこっち側に羽田空港があるみたいな、左側ですねこれ、駐車場ですね羽田空港の。いやーこれがねちょっとやっぱり分かりやすい湾岸エリアのランドマークっすね。はい、まあ、こんな感じでですね、結構お見せした風景がですね、かなり本当にかなりですねそのまま PJ に反映されてると。でこれがまあ縮尺もちろん入ってるんですけど、いろんなところで見受けられるんですよ。なのでこういうところのねランドマークみたいなのをちょっと探しながらですね走ると、まあ、Google マップとね
見比べながら走るっていうのも結構ね面白いんで、そういう楽しみ方ねしていただけるとよりプロジェクトジャパンが楽しめるのではないのかなと私的には思います。で結構本当にこんな感じでそのまんまのところが多いんで、まあそういうスポットをですねちょっと探して皆さんにお伝えしていきたいなと思っておりますんで、皆さんちょっと今回は東京編ということでご紹介しましたけども、引き続き楽しみにしていただけたらなと思います。はい、というわけで皆さんまたですね、プロジェクトジャパンの Google 比較動画やっていきたいなと思いますんで、皆さんそちらの方でお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。